はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、メカニクスですね。今回もやっていきたいと思います。デッキの方をちょいと見ていくと、今回はですね、カマカリとフルナガペア、まあ俺の好きなペアですね、この2人を使っていきます。まあロジカルマップがね、解放されてからちょっと細かく、見ていきましょう。練習はまあ監督上げつつ大谷くんかね、みんなちょっとばらけちゃってるんで。で、なごみちゃんをお借りしてるので、今回もお守りは持ってきてないです。ここ3人だね。まあ、ここでいきましょう。フルナガもね、あと1でクラゴになるんで、そうすると試合経験点がつくんで、もう1段階強くなるんですけど、これは19あるし、ここにしよう。あれ今怪我率何パーセントだった？大丈夫だった？お、早いね。で、そうするとそうか、マップ見ようとか言ったけど全然見てなくて、ここですね、大谷と鎌狩で伝説の引っ張り屋が出て、大谷と古永でアンダー製造機、ただアンダー製造機はちょっとパネルを持っていかないといけないんで、まあ、ここら辺に敷いとくとして、であとね、ここの上限アップを取るために、要は、まあ、ここを開けてもいいんだけど、まあ、普通だとねこれを取らないといけないんですよ。でそうすると必要ポイント55ということで PSR が1枚なんで、47、5を上げたとしても55に届かないんですよ。まあ、ここをね開ければ多分55っていうマスはないと思うんでいいと思うんですけれども、まあ、トシ君の上限アップとナゴミちゃんの上限アップで、55にできて、まあ、ここからこっちに行けるっていうような、配置になってます。で、開けるのはちょっと金徳優先で開けていきますか。ここを開ければとりあえず道はつながるんで、で鎌狩りの自己紹介か。あー、お二人さんがいるのか、ちょっとやっておきたいな。まあ、メンタルで10もらえればいいでしょう。でそうするとさ、俺がちょっとこのロジカルマップを理解してないのかよくわかんないんだけど、トシ君とさ、なごみちゃんのさ、なんだっけ、このナイアアンダー王がどっか行っちゃったんだよね。3つまで出るはずなんだけど、こことかこことかにかぶっちゃうと出ないのかな。あ、なごみちゃんより 8% だったらいいでしょう。そう、大谷くんはね、広角打法を持ってる割にはフルヒッターのマスを出してくるっていう、そういうのはね時々いるんですよね。なんかこう相反するコツと相反するマスをやってくる人。どうしようかな、ここやっておきたい気もするな。ここら辺もな、ちょっと、あー、ここ開けておくか。便所足りなくなりそうだからね、ちょっと先にこっち開けとこう。ま、筋力ブーストはね、今回筋力2人いるんで、これどうしようか。今度エレキに聞いてみよう。お、体力回復するな。真ん中いいね、なごみちゃんだな。10、ちょっとロジカルマップでまず筋力を取って、で評価アップは取っておこう。で、なごみちゃんだね、やっぱり。まずは彼女の評価上げ、アドバイスをして筋トレを進めていきましょう。まあ、これはペタペタペタっと、微妙っていうか、これはもう怪我するね。メンタルも大したあれじゃないんで、ここは寝ておきましょう。これも何がいいんだ、まあ、いいや、監督の話を聞いておこう。あ、なごみちゃんの評価上がったね、上がったね。そうだそうだ、23、これはちょっと23を取っておきたいな。まあどうせ右上に、あ、左も進んでいかなきゃいけないから先にこっち開けるか。
結局ね2マス目にあるこの能力の時間がね最初の段階で来てるんで、あれまた、いいねいいね、これ結構追加が来てるね。ここを開けとこう。守備プラス2か。守備連は別にいなかった気がする。メカニックエクササイズ、これは別に普通に一番上でいいと思うんだよね。超ジリアースも取れるし強化も上がるし、24、ここ行きたいね。なので筋力は取っちゃおう。筋力っていうかパワーで、次はロジカルの上限を取りに行く。あとはなごみちゃんの評価がどうなってるんだ。一応乗ってはいる、乗ってはいるね。寝よう、ここもちょっと無理だ。ちょっと待って、これすごい多くない何これこんなに多いの。あとなんかある、ここが繋がってないのか。走塁、ここの空きマスをじゃあやっとく。走塁とか別になあんまりなんだけどな。げっ、しかも来た。どうしようかな、パワーアップしてーけどなまあいいや、もうパワーアップはねほんと裏方でしかやりたくない。ね、15のなごみちゃん、フルナガがまだ乗ってないしな。カマカリとかも乗ってないのか。まあ、どっちで行くかって言われたら微妙なところではあるけど、こっちで行こう。はこれ何このアップデート祭りなんだけど、すごくないこれ。ここじゃ道つくとこ、とりあえず怪我か。まあ、でも15で通過できるからね。で告白も来たと。このアップデートってさ何回も来んのこんなに来たの多分初めてなんだけど。で10取れればまあいいかな。うん、そうだね。パワヒあたりがちょっと惜しいんだけどな。アベレージヒッター。ちょっと待って、ロジカルマップでもちょうど満タンだよね。5もらえたってことは、あれ10もらえるっけ。プルヒッター取っとこう。でプルヒッターフルナガも持ってるからね。ブーストとかってかけられるときにかけておこう。肩ブーストかけよう。かけられるときにかける。でどんどん進んでいく。コツも良かったけどブーストだね。フルナガが乗ってないね。で大谷はね骸骨を結構取れるんで、この編成だと競争心自体がね割と珍しいコツではあるんだけど、筋力ブーストってわけでもないからな。先へ進むためには端っこの方はいらないからね。獲得量アップがある。これ初めの方に出てくれると結構いいんだよね。どうしようかな、やっぱ回復だな。ちょっと回復しつつ、雷はねマジでお気に入りですね俺の中では。挨拶、上限上げていこう。まだ上がるよね、一回大丈夫、成功してるとはいえ。あー22、いいね。これが体力奪われるんだよね。まあ、経験点はそれなりだからいいとして、トシ君か雷か。ちょっと雷からコツをもらっていくか。獲得量アッププラス1ってことは10使うんでしょ。ってことは10回練習しないと元が取れないっていうね。ダイナもちょっともらっておこう。
でね、代打をね重ねることができれば代打の神様がねもらえるんだけど、ウラガとかとね組み合わせると確かねもらえたような気がするんだよな。ちょっとこれはな、雷のコツが欲しい。今はコツくんなかった、悲しい。まあ、これ1回で終わるからね。大谷くんね全然復刻しないよね。今めっちゃ活躍してるけど、これはまあ10あればいいか。トシ君のコツ、初球珍しいね。初球、おいいねいいねいいね、これで初球5になったか。このイベント結構長いからね高速早送りがめちゃ生きる。21か、まあ、ただブーストはかけられない。15、あ、こっちの競争心はまだ取れないか。じゃあ普通に練習しよう。これは勝手に終わるやつだっけ。お、いいね。問題点を洗い出す。大谷のコツ、古長のコツ、鎌狩りのコツ、20を取るか。どうする、まずちょっと競争心をもらっておこう。で、ちょ右に進んでいきたいからね。まあやっぱりこれだな、20あるとでかいからね。やっぱりやる気が下がった。これやる気上がんないかな、なごみちゃん。やる気上がったね。これでね競争心のコツがもらえるんですよね。ちょっとコツ5になったやつは取ってっちゃうプルヒッターがある。初球ムードとかってもう取っちゃっていいよね。長尻アースもまあ1あれば十分でしょう。で、競争心切磋琢磨60か。大谷のコツか。なごみちゃん上げておきたい気もするね。大谷のコツもな、今回ただ広角打法がいらないからね。そろそろ技術が溢れそうだな。お、小吉で体力回復するんだ。少し技術を吐きましょう。E まで持っていけるかな。守備がめっちゃ低いな。よし、これでいいか。俺初期パラメーターはちなみにあんまり気にしないっすねまあ本来だったらね厳選した方がそういうのは出るんだろうけど、14、7か、まあ、ぴったりだね。大谷くん広角打法はいらないからな。練習、よしよしよし。まあ、初球ももう掴んであるしね。かといってね、進めないんだよな。こう進んでいくか。これ取って、で、対エースを取って、あとランダムで何が来るか。あ、ピンショー。これは嬉しいな。普通に。20、筋力20、あー、守備23。メンタルでも回復しつつ15、まあこっちだな。ここで回復できるね、いいね。固めはちょっと取れないか、普通には。よし、一球入魂。ただだいぶ体力を削られたけど、でも結構あるね、いっぱい。15で回復しよう。なので敏捷取りますと。で15で回復して、あー、ここ回復できるね。回復しよう。
でバレンタインまでずっと練習する。よし、なごみちゃんの評価が上がったのはでかい。77か、コツ。全部微妙だな。これはコツを狙っていこう。練習でコツがまたある。ここか、大谷君か。いやー、練習が微妙だ。回復しよう、もうしょうがない。さよなら男、いいね。さよなら男はね、風永がいるからね。あとは虫歯にならないこと。怖い怖い怖い、ほんと虫歯怖いよね。420、なごみちゃんいるね。筋力でいこう。怪我率はあんま関係ないからな。早めにこれを取っておきたい。普通に筋力をやって一回めちゃくちゃ練習しまくって怪我率使おうか。 OK。 雷ね、ほんとにこれ成功率高いよね。お、30、これはいいぞ、これはいいぞ。ブーストかけたいね。ここか、端か、まあいいや、ブーストしよう。技術がまただいぶ余りそうだけど、まあいいや。困った時の打球伸びがあるからね。雷か、これも溢れそうだね。これじゃあちょっとこっち行くか。監督評価はもう大丈夫そうだね。技術技術、パワーもなるべく上げておきたいよね。あのプラス6をゲットしたいから。練習か。まあ、最後にパワーヒーをくれるとはいえ、よし、さよなら男で体力回復。おお、23、ここだな。守備多くない？ピッチャーも来るからか。人、この2つはピッチャーもね入ってくるから必然的に多くなってくるのか。もうこれ無理だな。ここはまあ、回復をしてここら辺を取りに行くっていうのもありっちゃありだけど、これ安打製造機ちょっと狙えなそうだな。なごみちゃんの初デート、これはどうだ。 OKOKOK、 まあまあまあ成功するよね。トシ君のこれもたまにマジで失敗するけど、え、守備多くね、本当に多いな。守備ブーストってあるんだっけ。ない。これブーストがある。メンタルブースト。ああ、一応走塁ブーストもあんのか。ちょっと下を開拓していくか。これなんだっけ、ミートか。ミートは技術が余るからな。まあ、とりあえずもう B まで上げちゃおう。 B まで上げてミート3上げよう。ロジカルマップでこれを取る。また筋力ブースト対左。アベレージヒッター、そうか、アベレージヒッターもうすでに誰かからもらってたもんね。なんだっけ、これか。おお、打った打った打った、まあ、最終的にもうパワーヒはね保証されてるからね。保証はされてないけど途中で負ける可能性あるから。あ、28しかない。30あればねブーストがかけられるから、ブーストも大事なんだよね、経験点を稼ぐという上では。まあ、やっぱりね強い選手を作るには金徳の数とね特能の数も重要なんだけど、経験点をね稼げないと結局意味ないんで。これはもう無理でしょう。精神10、デートだな。48、あ、怪我率かとは言ってもね、これだーっていう練習がないからね。これだーっていう練習があったらちょっと怪我使って
やったんだけど、使いどころが難しいよね。これも回復してくれるからね。いや、フルナがね、早くプラゴにしたいよ、本当に。12、3人か、どうする？これ26だね。精神ブーストかけるか。ちょっと上何？あ、ランダムマスか。だったらちょっと右へ進んでいこう。いや、いや、そうだな、ね、いやいやってなんだか。あれだけど、これ内野安打でしょ？あとこっち何がある？ここにも内野安打か。アベレージヒッターってあれ、フルナが、まあいいや、わかんねえ。もうすげえ細かい仕様がよくわかんないからね。内野安打も取ってこう。あ、ここにもブーストあんじゃん、よく見れば。ここら辺ブーストだらけになってんな。ここ鎌狩り、いやでも鎌狩りはもういいよ。アベレージヒッターはだってもう取ったもん。よし、これいいよね。お守りない時のこれはほんといい。これ誰？大谷くんか。15。いいや、ちょっと進めるためにブーストかけよう。ここで、さらに下にもブーストがあるぞ。まあまあ悪くない、100プラスだからね。指示を出す。よし、ロジカルポイントをちょっとでも稼ぐ。トシ君か、12か。17だったらまあコツを取りつつのでいいかね。守備レベル上げとこう一応。割と守備やるからね。あ、ここも上げられんじゃん、打撃練習レベル。遠いところにあるとね、上げづらいからね。コツくれなかった。これはまあいい、しょうがないしょうがない。12、これ誰？あ、フルナガか。23、いや、やっぱメンタルだよね。これメンタルやってるとさ、マジでデート進まないからね。で、練習しよう。もう博士のね、評価はいらないんで、経験点にしていこう。さすがにこれはもうデート案件かなと思ったら守備があったね。守備ブーストってどっかにあるんだっけ？それはないか。ちょっと打撃レベル上げとこう。なんだかんだで安打製造機は取れそうだ。対左は1、対左はな、重いからな。これは走塁か。筋力ブーストをかけられるわけではないので、溢れるね。守備か、どうしよう。この精神じゃなくて筋力、こっちの精神が30か。10だから、これにしよう。なるべく取っておきたい。あ、間違えちゃった、しまった、間違えた。ガマカリありがとう。これは普通に降りよう。いや、悲しいね。ちょっと稼がないと。20か。21でいいね。敏将ってブーストかけられたよね。あ、でもこっちか。もう何も開かないからな。貯めよう。貯めて、もうあれを上げよう。パワーを開けよう。もう5月、6月になるからね。51か。ちょっと足りねえな。16。11、しょうがない、一回もう溢れさせる。お、いいねいいねいいね。これはね、リュウジの様子で、おっさんです、おっさんです、のパワーヒッター。よし、喧嘩もなごみちゃんが止めてくれる。オッケーオッケーオッケー。テストも回避、喧嘩も回避で、これパワー6いきましょう。で、5月か。
まあこれだよね。まあ、最後までいけるっていうのが強みではあるんで、コツ大谷、筋力足りてないんだよな。どうする、11、19、やっぱこちらな。内野安打、内野安打はもういらん。26、大谷か、またなぜか大谷がすげえ来てんな。上限アップを取っておこう。あとこの2つだ。次はデートだね。広角打法いらない。広角打法はいつもだったらありがとうなんだけど、ちょっと今回はいらないんだよね。先に安打製造機取る。これはなんだっけ、うまくいけば OKOKOK、 キカーになると成功なんだよね。あ、満塁男か、悪くないね。20、25、これでかい。マジで技術が、ま、技術はただ、ちょっと待って、ちょっと待ってね。デートがあと2回だっけ。1回やっとこう、回復を兼ねて。デートがやっぱりね、詰まるよねこれ。あんまり上げてないから。6番か。でパワーはちょっと B にしておいて、ミートはせっかく上げたんだから A にしておいて、あとはちょっと平均的に1回上げていこう。走力大丈夫か、走力も B にしておこう。あ、 C か、あ、 B か。でこれとこれを C にして、いや、やっぱり技術すんげえ余ってんな。切磋琢磨取っておこう。さよならももういいでしょ、取っとこう。で1球入魂も取る。滅多は取れない。お待たせ、まあ、パワー系のキャラになりそうだからな。パワー A まで上げたいんだけど、筋力足りなそうだよねこれ。何、ちょっと外れたか。内野安打があるからハイエンだけど。1球入魂、1球入魂が外れてしまった。もしと、なんでみんな強打者持ってんの。そんなに恨みがあんのか強打者に。しかし無駄なこと。今大谷くんだった最後。大谷くんとトシくんだね、いいね。てかトシくんと、そういえば雷だった、どっちが捕手務めてるんだ。これはそうだね、こっちだね。連打がないからね。まあせっかくだ、せっかくだ、取ろう。引っ張り屋、引っ張り屋さん。あと安打製造機か、余ってるからね。ちょっとコツを見つつ、う、30はでかい、30はでかい。で最後にデートしよう、忘れないようにしないとね。で甲子園はフル練習して、まあ、今となってはポイントも嬉しいよ。パワーヒッターはもうなごみちゃんだね。パワーヒッターなごみちゃんからもらおう。何見ようとしたんだっけ。連打はもう先に取っておかないと。80と88だからね、これきついよね。
わ、知らずに点を入れられてる。メカニクス追う展開で迎える2回です。ワンアウトランナーなしという場面で杉江打ちました。痛烈、全然引っ張ってないからね。4回の裏1点を追いかけます。メカニクス攻撃に入ります。この回の先頭バッターはジャストミート。何、いやいやいや、知らずに負けるわけにはいかんでしょう。展開で迎える6回です。伝説の引っ張りや、名前なんかいまいちね、こうありがたみがないよね。これもだって引っ張ってないし。あぶねえ。おー、試合経験点乗ってるね。もう66入るか、ここで。でもうちょっとこれはデートします。おお、これかなり掴めたのはかなりでかい。かなりばっかりだけど。メンタル雷か、これ誰、誰もいない。19 15、ただねカロリーバーが2つあるんだよね、全然使ってないけど。だったら筋力が足りてないからな。ここで稼いでカロリーバーせっかくだから使おう。もうメンタルで回復はしなくていいね。まあ、メンタルのところでね、めちゃくちゃロジカルポイントが手に入るっていうんだったら別だけど。鶴瓶重いわ。3までくればあれだけど、連打が重いんだよね、やっぱり連打が。まあ、いや鶴瓶取ろう。精神がだいぶ足りてないね。甲子園まで行かなきゃな。話にならないかな。先頭打者、え、俺先頭打者なの。メカニクス、なんで。ワンアウトランナー一塁二塁という初球引っ張った、スタンドに入りました。ファール、投げました。全然引っ張れてないわ。メカニクスこの回は、いや、まあ引っ張ればさ、でもホームラン行くからね普通に。メカニクスレイドで迎える7回です。周遊が投げてくれる分には。ホームランを放っている杉江、投球これから2球目。ダメだ、やっぱ流れる。アトシ君がキャッチャーだったね。雷ってサブポジ持ってたよね、外野とかだっけ。で、59あるんで安打製造機取りましょう。イエーイ。本当はな、精神欲しかったんだけどな。30でいけるか。11 23、あれ今何回目、もう無理か、これラスト練習、ラスト練習っぽいな。まあいいや、初回ローボールヒッター。最後練習した後は使えないからね。15、まず引っ張り屋を取っておこう。でパワーヒッター取っておくでしょ。で、まあ、アンダー製造機は全然いいね、技術余ってるんで。で最後に取るとして、レーザービームはもう取っておこう。でローボールヒッターもまあせっかくだから取っておこう。レーザービームあるから肩 B にしたい、これもちょっと上げたい。呼吸が少なめか、まあしょうがない。鎌倉が試合経験点、大谷くんが試合経験点だけ。雷とかまだだかんね。あと雷と藤永の2人が試合経験点発動すればだいぶいいね。メカニクス1点、メカニクスリードで迎える6回です。ノーアウトランナー1塁という場面で杉江、今日4打点を挙げています。第2球投げました。お、入れてきた。ストライク。あ、そうだ、俺連打だ。投げました。トシ君が出てくれてるから鶴瓶打ちが発動してる。カウントは2ボール1ストライク。ギャー。
やべやべ、あっぶんねホームラン1本でも88か。よし、精神、特に最後何もない。カロリーバー1個無駄になっちゃったけど、まあ、使う必要もないしね。15でなんか取れる、なんかこんなのしかないんだけど。カロリーバーいらなかったね。じゃあ回復して終わりみたいな。まあ別に直結しないからいいや、置いとこう。もうで最後は経験点、19、肩は全体的に上がるか。いや、こっちにしよう。トシ君はね、筋力ボーナスと技術ボーナス両方持ってるんで。で結局あれだね、パワーヒッター、あの誰もコツくんなかったけど、最後になごみちゃんからもらえるんで、それは良かったかな。まあ、うまくいったというか。トシ君とかね、ちょっとコツが多めだからね。2回の裏、キャッチャーよこしてくれる時もあるし。トップバッターは杉江、投げました。バッターの足元、マント、ここは引っ張りに警戒します。第2球、もう引っ張り屋持ってると絶対引っ張りに警戒してくるからね、こいつら。完全なボール球、カウンター2ボールの備え、伝説になってるくらいだから。投げた、見送ってストライク。第4球を投げた、打った、強い当たり。4回の裏、メカニクス攻撃に入ります。先頭バッターは杉江。これはちょっと待って、悩んだ。あー、入ってたか。でもこれインコース、ダックル投げた。これは入れてきました。あれナックル入ったらちょっとやばかったな。三振するところだった。投げた、もうはっきりしたボール球、カウントは2ボール2ストライク。投げた、ちょっと待って、カットボール。いいとこに決まったね。6回の裏、メカニクス攻撃に入ります。もう一本ホームラン打ちたいよね、やっぱり。杉江、投げました。危ない球。マント、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。投げました。外れた、ボール。2球目も外しています。意外にナックルを投げてる。第3球は。あれ、こいつでよく見れば左出しじゃん。カウンター3ボール。対左、取っとけよかったかな。投げました。よし、もうこれはね、確実にストレートで。ストライクを狙ってくるからね。やっぱカウント有利になるとね、やりやすい。カットボールはもう、まずはインハイ。第2球、よーし、 OK。 まあ、試合経験点は悪くないはず。116か、あと2人だよ。やっぱりあと2人試合経験点ボーナスついてくれればだいぶ上がると思うんだよね。あとなごみちゃんもねくれるからね、ポイント。おー、いいねー。パワーヒッターかなり掴んだよ。そして大谷くんが申し訳程度にくれる。まあ、経験点には走ってないからね、こんなもんにはなっちゃうんだけど。こんなもんって言ってもでも7000超えてるからね。対左持ちはせっかくだからもらっておきますか。他コツを取ったやつ、対エースか。対エースってなんで取ったんだっけ。あ、そっか、マップか。あ、満塁もあるね。大大地をつけとく。あ、めったし取ってなかった。広角打法欲しい欲しいけど、今回は伝説の引っ張り屋で。筋力が少し足りなかったか。やっぱ古永がね、そこまで。ちょっと待ってね、どう使っていく。まあ、普通にじゃあ足を上げよう。でこれもエースにしちゃおう。でやっぱ技術が溢れてるね。技術が溢れてるから打球伸びで、そこからの敏捷ポイントを使っていく。盗塁とか取れっかな。技術がちょっと少ないけど、
取れるね、盗塁だな。まあ、吐き方としては悪くないね。ポイントのこれなんだっけ、あ、ヘッスラ取っとく。であとはもうちょいちょいちょいだ、補給を。という感じですね。まあ、経験点がね、もうひと伸びしてくれれば、まあ、総合的にもうちょっと強い選手を作れると思うんですけれども、まあ、メカニクスはね、まあ、俺はやってて結構楽しい高校になります。あとね、PSR が、まあ、仮に揃ってれば、まあ、上限がね、いきなり上がってるんで、まあ、そこも、まあ、アドバンテージにはなってくるかなと思います。という感じで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。現在パワチャンではペナント用の選手を募集しています。動画の説明欄に詳細のリンクを貼っておきますので、ぜひ皆さんのご応募お待ちしております。